リーダー&イノベーション賢者の選択。今回お招きしていますゲストはキングソフト株式会社代表取締役社長の王英彪さん、新会員さんのお二人です。さあ3つ目の成長戦略のキーワードで4つの W、はい、4W とおっしゃいましたよね、はい、これは何なんですかズバリ。4W というのは、When のいつ、いつと、はい、Where のどこ、はい、Who っていうのは誰でも、はい、と、まあ、あとは、まあ、HOW How の、方法ですね、どのようにしてどのようにしていくというのは、つまり我々が、まあ、今までね、そういう PC とか、まあ、そういうソフトウェア、だけをやってきたんですけども、ただこれからやっぱりどこでも、いつでも、自分のデータをアクセスできていて、でかつ方法は例えば PC からでも、はい、ブラウザからでも、携帯からでも、まあ、それ方法もいろんな方法あると、という、世界を、ね、目指していこうかなと思いますね。みんながつながってる、いわゆる今日本でも随分広がってきたクラウドっていう考え方ですか。そうですね、クラウドですね、はい、いわゆるクラウドって雲の、はい、本当に雲あるわけじゃないけどその雲の中に情報を一旦貯めるわけですよね、はいはい、この貯めるサービスっていうのは提供していただけるわけですよね、はい、そうですね、K ドライブというサービスを提供していて、それを、50ギガ無料で提供してるんですね。個人が使う分にはもう使いたい放題みたいな。ですよね、スマートフォンの、そういう中のそういう SD カードとか、はい、まあ、そういうメモリですね、大体16ギガとか32ギガとか多いんですよね、で50ギガっていうのはスマートフォンを丸ごと全部バックアップできるというスペースより多いんですよ。そういうことになりますよね、はいはい、まあ、それだけあれば本当に十分だ。そうですね、はい、今どのぐらいの方が利用されてるんですか。そうですね、今20万ぐらいのユーザーが利用していただいてますね、はい、多分これからスマートフォンの普及でどん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 動画を撮ったり、まあ、綺麗な写真を撮ったりするようになっていくので常識が多分また変わるんですよね。多分こうスマートフォンでもどん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 データが溜まってきて容量が足りなくなるので、50ギガが今から考えるとすごく大きな容量なんですけども、もしかしたらあと 1,2 年ぐらいしたらもう50ギガじゃ全然足りないよっていうような時代になる可能性、ビッグデータ時代になっちゃうと。ビッグデータ時代になりますね。ダメだってことですね多分個人向けのところで結構クラウドっていうものがだんだん広がっていて、企業でいうとやっぱインターネット上にファイルを置くっていうことに抵抗を示すところがあったりするので、サービスはよく知ってるけどまだ導入してないっていう段階なので、まだまだ伸びしろとしては大きいのかなというふうに思います。なのでそこの安全性とか利便性っていうところをちゃんと理解をしてもらっていけばまだまだ伸びていく市場だと思ってます。まあ、クラウドもそうですし、あと例えば、まあ、そういったスマートフォンで編集できるオフィスっていうのは実はマイクロソフトでもまだ提供されてないんですね。なので今タブレットとかを使って外出先でちょっと仕事するようなシーンがどんどん増えてきてますので、まあ、我々が去年の10月にマイクロソフトよりも早くこういったモバイル向けのオフィスソフトを提供できましたので、まあ、そういう意味でベンチャー企業としてね、やっぱりこう早く先に回るっていう点においては、まあ、結構まあ、頑張ってきたつもりですね。そうですね、はい、今ここにねタブレットをお持ちいただいてるんですけど、これはキングソフトが、今年、子会社を設立しまして、で自分たちで、デザインして設計して、作ったハードウェアです、7インチの、Android タブレット、で今までこうハードウェアのメーカーさんが製品を作って自分たちの利益を乗っけてで販売するっていうようなビジネスモデルがまあ一般的なんですけども、僕たちはこのハードウェアのフリーをちょっと目指したいなと思いまして。それは嬉しいな。ハードウェアの中にユーザーが必要なソフトを、まあ、要するにアプリですね、こう入れて、で今度このアプリとかサービスを提供する側から、一部こう利益を提供していただいて、ユーザーさんにはこのハードウェア自身を無料でこう使っていただけるようなビジネスモデルをちょっとチャレンジしたいなと。で例えば、まあこのタブレットを使って日常的に検索したら、検索サービスから、一部、収入が我々得られますし、買い物したら買い物、まあ、例えばこう、ね、ショッピングサイトから一部そのフィードバックをいただくような形で、だけどそういったメリットを全部こうユーザーに還元するような形で、ユーザーには負担がゼロということですね。そうですね、はい、っていうような、まあ、ハードウェアの
フリーをちょっとやってみたいなと。それは早く実現していただきたいね。それ時間の方もだいぶなくなってきたんですけれども、はいはい、あれ最後にこのキングソフトがこれからね目指す方向っていうのはどのあたりを見てらっしゃる？まあ、我々が最初会社のスローガンですね、うん、あの一番最初全ての PC にキングソフトということあったんですけども、うん、まあ、当時はやっぱりあの PC 中心なんですよね、はい、ソフトウェアを中心としているものなんですけども、今はスローガンが変わりまして、うん、全てのユーザー、うん、つまり人を中心として、うん、その人をどういうふうに何のシーンでね、あの情報にアクセスするかっていうのは、うん、あのその辺はもう関係なく、うん、もう提供すると、うん、っていうのはやっぱりあのそういうインフラに近いそういう、うん、まあ、あのソフトウェアとかインフラに近いそういうインターナルサービスとか、それが全てのものを提供する会社に目指していこうかなと考えてます、はい、どうしても今あのデバイスがあの増えて iPhone を使う方もいれば、はい、Android、Google フォンを使う人もいれば、これから Windows フォンがまた出てきます。でパソコンからタブレット、はい、スマートフォンと、まあ、どんどんこうデバイスの種類、あのあとまあ OS のこう我々プラットフォームっていうんですけど、がどんどん増えていきますので、ユーザーがこう今までこう非常に単一でパソコンっていう切り口から非常にこう複雑な、マルチなこう環境になっていきますので、まあそういう意味では我々はその基本的にはマルチプラットフォーム対応のクラウド対応っていうような形で、まああの事業展開はしていきたいとは思ってるんですけども、でもやっぱり今までずっとやってきたこうユーザーにとって利益のあるサービス、ユーザーにとって便利なサービスで、ユーザーメリットのあるサービスをまあ提供していくっていう基本路線を変えずに、まあ各々のこう時代の中にまた新しい何かのこうか、まあ、局面がこう出てくると思いますので、まあそういったあの基本的な技術の的な考え方と、まああのユーザーに提供する考え方をまああの合わせて、これからまああのまた革新をしていきたいなと。ただ日本のマーケットを見た場合にはね、これがどんどん今小さくなって、経済の方も右肩下がりになってますよね。この辺は心配はないですか？そうですね、多分ね、経済がどんどん小さくなるというのは、やはりあのそういう高いものがね売れなくなる、ただ我々が一番強みとしているのはやっぱりあのそういうまあフリーというキーワードなんですけれども、今までは結構ねあのそういう高いもの、まあ、1万円であれば払ってもいいよ と、というあの環境でしたけれども、ただし今までやっぱちょっと渋谷になってきて、我々にとっては追い風じゃないかなと思いますね、はい、まあ、逆転の発想ですよね。そうですね、はいはい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あの自分の先生からあの一つ贈り言葉がありまして、自分の履歴書のためにあの仕事しろとで言われました。会社のためでもなく、そういうね、あのそういう社長のためでもなく、どういう目標を、ね、目指していて、どんな夢あるかというのは事前やっぱり設定して、もう10年20年後ね、あの振り返すと、あ、自分がここまでできたなというのは、多分自分もね、あの成果残れる人生にあの送れるではないかなと思います。まあ、やっぱりこうベンチャー精神を持つように、自分として生きていく、プロセスの中にいるので、いろんな困ったことがあって、それを自分でなんとか、アイデアを考えて、それをクリアして、こなして、成長すると、自分で、生き抜く力であると、自分の意識を変えて、やっていければ、きっとこう力のつく、人間になれるんじゃないかなと思います。